なものがある地域でその原因物質を特定したり、どれぐらい汚いかを特定する、そういう車両であります。昨年の11月からは実際に我々この車両を用いて福島県で原子力災害派遣の活動も行ってまいりました。本日はですね、その中でもこのマニピュレーターという装置を使って私がこの石ころのようなものを実際に採取したいと思いますので、採取できた暁には盛大な拍手をよろしくお願いします。物質または毒ガスの原因物質を採取して